大川千景バランス整体横浜院さん番外編です。今回は自律神経について、栄養がそのプロテインが体に合ってるのかちょっとチェックさせていただくんですけども、はい、じゃあ、右手前で前ならしていただいて、力入れるんで、耐えててくださいね、はい、で全部同じ圧で、同じ強さで押すんで、はい、はい、ありがとうございます。いただいたやつのやつを頭の中でイメージしてもらっていいですか。はい、で同じように押しますんで、はい、いきますね、はい、あ、大丈夫。で、もう一個のプロテインはサプリかな、サプリ、カプセルのやつ、はい、あ、カプセル。で、それをイメージしてもらって、もう一回、はい、耐えてください。あ、抜ける。抜けるの分かります。抜け抜けしない、それ体に合ってないので、本当あんまり実は飲まないことがなんかごめんなさい。タンパク質って、まあ、プロテインも当然飲まれてると思うんですけど、なんか意識して摂取したりとかはされてしてないですね。特にはあんまり食べないようにしなきゃあーっていうで、うん、さっきメカブはめちゃめちゃ食ってます。でちょっとタンパク質がもうちょっと摂取した方がその肩にも体にもいいかなっていうところで、ちょっとじゃあ手を前にしていただいて、はい、で僕がもう吸い込んだんで植物性のタンパク質力入れてます、ね、はい、ちょっと抜けるな。で動物性のタンパク質は入って、でちょっと植物系なので、はい、大豆とかな、ちょっと納豆は頭の中にイメージしまっていいですか。はい、力入れて、ちょっとイメージしたな。ちょっともやしイメージします。はい、はい、あ、入るってことはもやしちょっと持って食ってないですよ。もやしもやしが今体に合ってるので、はい、そういうのを摂取した方がいいかな。マジですか。はい、もやし昔めっちゃ食ってたんですよ。あ、ナムルとかにして、はい、あ、ナムルとかでもいい。ナムルとか、はい、ポン酢かけたりとか、あとなんか普段取っているものって何かあります。例えばそれこそあのじゃがりこを結構食べたりとか。いや、そういうなんか、最近はあれですね、カレー飯とかあるじゃない、コンビニにある、うん、なんとか飯、水お湯入れてさ、あ、あれカップ飯、カップ飯、カップ飯、はいはい、あれ結構あれで済ましてることがあります、ね、ああ、なるほどなるほど。とめかぶくらいですかね。ちょっとテーマにして頭の中そのカップ飯イメージじゃなくて、はい、まあ、力入るから、まあそれは大丈夫だ。で手を前にしてちょっと塩イメージしかないですね。塩、はい、まあ、塩抜けるから塩はあんまり飛ばない方がだから血液だ、あれお前一時言うねん。油脂質ですね、油のことイメージします、はい、まあ、入るから取って大丈夫です、ね、ちょっと塩分は控えた方が今の状態見ると。なるほど、はい、しばらくうどん禁止だな。うどんダメなの。あ、じゃあうどんイメージしまっていいですか。うどんめちゃくちゃ力入れる、はい、あ、ちょっと抜けるからあんまり合ってない。でもじゃあうどんが合ってないんじゃなくて、うどんのつゆが合ってないんじゃないのっていう。いや、うどんでしょ。丸亀超好きなんですね。ああ、丸亀で済ましちゃうのもある。まあ今そのあまり体としては反応としては良くないですかね。なんか自律神経の、はいはい、そのなんか、うん、改善法とかってあります。ああ、自律神経系は風船。あ、風船。風船やりますか。風船。で結局でもその肩痛いのも自律神経系は絡んでくるので、はい、肩のリハビリにも、あ、本当ですか、有効なので風船です。ストレスも結構あるんですよ。うん、うん、ですよね。で、そしたら加えてもらってて、歯で噛まないようにして、で手を使わずに。膨らましてみてください。え、手を使わずです。手を使わずです。いや、歯でもかんで、唇だけの。そうです、そうです、そうです。ちょっと頑張って吐き切ってください。で、鼻で吸って抜けちゃうんですよね。ごめん、風船ガムにしか見えなくなって。いや、なるよ絶対。すごい、やっぱり、うん、ここが噛んだりもしないですもんね、うん、そうです。唇だけの力です。唇の内側でこうせき止める感じですか。そう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 。
ダメだ。でまずはこれ膨らまそうとするだけでもここの表いや顔を動かす筋肉ってこれ自律神経系と密接な関係なので、刺激が入るんです。要はリラックスする神経に、はい、で膨らまそうとすることが大事で、膨らませられたらこの空気の中だけでこの空気の中だけでしばらく呼吸です。マジっすか。2、3分これだけでも自律神経系はだいぶ変わります。かなり変わります。潜れるね、潜れる、うん、素晴らしい、素晴らしい。できた、できた、できた、うん、で、お、まあ、おそらく、まあ、ほとんどの人が多分これ、なんつうのか、30秒もやると息苦しく感じるはずです。うん、苦しかった。でトップクラス、いわゆるオリンピック選手とかもプロでも、本当に一流の方々の人たちってこれ、あの5分ぐらいやっても息苦しさが出るんです。マジっすか。へぇ、いや、僕、去年行かせてもらった後に、はい、あの投稿を見させてもらったら、やっぱやってる方で結構多くて、はい、これどういう意味なんだろうなって思ってた、はい、でもなんか絶対なんか必要なんだろうなって、うん、そしたらまあ多分今言わない方がいいんだけど、はい、オープン戦 の、 あの西武ドームに行ったんですよ、はい、そしたら今あのいないけど、うん、ちょっとジャパンじゃないですか、はい、やってましたね。彼がこう試合前にこうアップしてるんですけど、はい、風船、はい、食えな黄色い風船食えながら逆立ちました。ああ、やってましたね。逆立ち歩きとかずっとして、うん、あれ風船持ってる、うん、大川先生と同じやみたいな、はい、そこでなんか、なんか重要性なんかあるんだなって思ってた、うんうん、はい、今ちょっとやばかった。キーでもやってました。えキーでもそう、膨らましながらうんうんやってました。これすごいっすわ。風船すごい便利です。これ、はい、ブリッジとこれはちょっと今年になってそうですねやると思わなかったけど、やった方がいいっていうのは感じました、うん、やるとあの力抜けるんで、はい、さっき の、 あのベロ出しもそうなんですよね。あの要は ここの動きを良くしてあげるように、そうすると自律神経系もこうなんですか、落ち着くというか、はいはい、でそうすると体の緊張が和らぎます。なるほど。自律神経失調症にも当然いいですし、はいはい、あとまあアトピーで悩んでるとか、うん、喘息持ちの方とかも、うん、こういうのやられるとすごい、あそう、はい、有効ですね。じゃあ今度ラッキーセブンでバルーン膨らますときはこれで膨らまさなきゃダメだ。今 やってんのよ。いやラッキーセブンやってんの今、うん、やんなくなったじゃないですか、うん、やんなくなったと思うよね今。でもどこだっけ、カープとかやってるから多分来年ぐらいから全球で戻んじゃない、うん、あそうなんだ、はい、昔あったよね、うん、セーブだった。でもその間に4回から膨らませずらうときに4回から4回5、6、7、きつい。そうそうそう、それきつい。もう薬味だからトレーニングしなきゃダメでしょ。隣に座ってる人たちが何やってんだこいつ。そう、この人何やってんだ。早すー、早いよ、ずーで、多分ね、2、3個終わっちゃうんだよね、それは。これちょっと頑張って、はい、やってみてください。次の質問です。はい、これ返した方がいいですか。あ、いいよ。なんでよ。笑ってください。いいんですか。もうそれは破れる。じゃあこれプレゼント企画です。絶対面白い。絶対いらない。いる。学に、学にごと。ようこのコロナ禍で言えたな、そんなこと。エンタメなんで、エンタメ。でもめちゃめちゃ悩んでたんですよね、本当に。体調悪すぎて、本当に、うん、ね、寝れないし、睡眠障害の理由なんで寝れない。やばかったな、ほんとすぐ寝れるが睡眠障害でも初めて知りました。俺すぐ寝れる人なのに、うん、全く寝れない時あったんですよ。あ、頑張ってもずっとなんか考えてるんですよ、ね、だから、うん、全然寝れない、うん、起きてる状態から寝る状態に変わる、こう脳の要はシステムを変えるのに、まあ大体10、15分から20分、あ、10分から20分ぐらいですね。
横になってそれでチェンジするんですけど、はい、10分以内に寝るっていうのは要はパソコン作業してるときいきなりボンって消しちゃってるのと一緒なんで、脳めっちゃダメージ食らってる。だから多分朝どんなに寝ても寝た気がしないです。だ寝れなさすぎも当然睡眠障害なんです。これはね皆さんこうね知れ渡ってるというか、車とか乗ってすぐカーって寝る人はもう完全に睡眠障害ですね。最近の調子いいんだよ、ね、なんかあれですいつも8時に家出るんですけど、いつも8時50分ぐらいまでもうなんかずっと待ってるんですよ、起きるねって。7時50分かもう今7時半とかに起きて、はい、余裕で目覚めて早めに家出てなんか早めに貸し付いて、あれこんな俺も最近すげえそう分かる。毎回あの40分ぐらい前にもう最寄り駅着いて、あの近くの中尾で朝飯食ってからやる。ああなるほど余裕持ったら生活できてるよね、できるようになったんでよくはなってたんですけど、神経の方がなかなかね、はい、今回はここまで。次回は大川先生にインタビューをしてきました。大川神経バランス整体横浜院さんの各種リンクは概要欄からチェックお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いします。それではおいしょさあ視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。